なんか裏がバレてる。え？アジェンダが機嫌出てる。バカだねー。そういうことをやりますから。もう本人ご本人出てますけどね。なんかこういうダラダラ感もいいと思うんでごめんなさいね皆さんね。第70何回だ今回。76回か。76回マッサンカフェ TV をゆるりゆるりとスタートしていきたいなと思います。MC 担当の中澤です。よろしくお願いします。はい。早く消せよっていう感じですよね。消し言が起こってないのか。あ、わかったわかった。これだ。はい。第76回目ですけど、約1ヶ月半ぶりにやりますので、こういうダラダラ感が付きまとうんですけど、今日は肩書きかっこいいんだよね。私すごい憧れてるんですよ。社長補佐官。これね、大久保さんっていう方なんで、大久保優子さんも隣に出てお話も聞こえてますけど、大久保さんね、この名刺をもらった時に、もう私、背筋がピッと張りましたからね、なんか大統領の脇から来た人なのかなと思ってね。かっこいいですよね、でもね。ありがとうございます。社長官房長官だとなんかずっこけるけどね。怒らいかな、そんなこと言ったら。今誰だか分かってないんだけど。官房長官もしかし、あれだよね。全然目立つ人と目立たない人って、ね、そう思いません？今の、だって岸田さんの官房長官でどなたなんですか？私名前知らない。でも菅総理大臣の時には二階さんでしょ？二階官房、ちょっとなんか悪そうな顔してる人でね。そうやって考えるとアメリカの大統領補佐官ってかっこいいよね。女の人とかもね、かっこいいよね、うん。女の人もいっぱいいるじゃないですか、補佐官。いますよね。専門分野ごとにいて、本当にチームで大統領を支えてるんだろうなって、そんな感じがします。なんでこんなくだらないことを話していいのかと思う。でもかっこいいよね。そういうかっこいい補佐官と名前つく社長補佐官。で、ご本人もすごいかっこいいんですけど、大久保優子さん。はい、いらっしゃいまして、第76回マッサンカフェでーす。よろしくお願いします。ちょっとね、番組が始まる前にね、お約束事をね、お話ししたいんだな。そのスライドがどっか行っちゃったんだな。はい。これ出たかな？今。出てました？サムネイルが出てました、マッサンカフェの。これ。本日のゲストっていうのが出てました。ああ、OK。それが欲しかったんです。はい、本日のゲストは大久保優子さんです。はい、ちょっとこっちもよろしくお願いします。はい、第76回マッサンカフェ TV、もう始まっておりますんで、ぜひ、はい、コメントも続々と入っておりますけど、はい、これがお約束事です、うん。マッサンカフェ TV を見ていただくには、ちょっと厳しいって言ったら、お約束事があるんですけど、何かというと、この3つのお願いっていうのがありまして、超いいねを足す。Facebook でね、iPhone とかで見ていただく方に、超いいねというボタンが出てくると思う。パソコンでもありますけど、ハートのマークですね。これをいっぱい押してくださいと。連打してくださいと。見てるよっていう証でね。はい、から、シェアっていうボタンがあるんですが、シェアというボタンがあります。何かというと、そのご自身のお友達に、こんな番組やってるよって、多少、こんなこと言って大久保さんだったらもうだいぶお役に立つ番組ですから、今日はすごいですよ、勉強いっぱいできますよ、はい、ということでシェアというので中澤さんという方がこんな番組をやっておりますということで、はい、はい、皆さんのお友達にご紹介いただける機能がシェアです。から3つ目コメント、これはもう普通にコメント欄があります。今これからコメントを読みしますけど、コメント欄で何でも、もう好きなこと、よいしょ、ツッコミ、何でもかんでも、いいんですけど、もうダメ出しばっかりだと、途中で放棄して番組終わっちゃいますから、やめちゃいますので、だからちょっとはよいしょも入れてください。で、大久保さんにはもういっぱいいっぱい、もう多めの言葉をいただくと、いろんなことが大久保さんのね、
お話しいただけると思いますか。参加ハイ TV のお約束事でした。はい。こんな感じで画面を切り替える。ということで、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントだけ何件かいただいてるんでね、うん、先に冒頭に。はい、この方ですね。FLTV 界ではもう有名な米谷学さん、大久保さん来た。大久保さん好きって見えたんだけど、ちゃんと来たか。あの、去年ね、大久保さんも米谷さんが、はい、スタちゃんフェスタっていうね、はい、ご来場いただいて、私のブースにもコーヒーをね、飲みに来ていただいてありがとうございます、その説には。ごちそうさまでした。でも、大久保さんはもう FLTV っていう私のね、番組配信を水越さんがね、先生でやってるとこ、水越さんもご存知ですもんね。はい。番組も出てますよね、はい、何回かね。はい。お邪魔させていただいたことがあります。すごい楽しかったです。ね。米谷さんの番組は出てるんですか？スターちゃん。米谷さんとは、お目にかかっただけだと思います。あ、そっか。じゃあ、米谷さんの番組オファーが。そのうち来ると思いますんで、ええ。だから、大久保さんは、このね、FLTV ってこの番組配信のグループ仲間の中でも、すごい有名な方なんで。有名じゃないですか。光栄です。ドキドキ。はい。という方です。はい。あのね、佐藤慎ちゃんとかのね、お仲間ですからね。はい、佐藤さんね、素敵な方。イヤウシ復活って俺のこと？あ、そっか。復活っていうのか、これを。復活なのかな。まあ、しばらくやんなかったっていう。水越さん。大久保さん、ご無沙汰しておりますっていうことで。ご無沙汰してます。ね、去年以来なのかな、やっぱりね。その、スタちゃんフェスタ以来。はい。ね。ちょうど夏でしたよね。今頃。はい。ね。だから、大久保さんはじゃあ、それ1年ぶりなんだ。そういうところに現れるの。そうですね。もう1年経っちゃいましたね。ね。ね、早い。うん、という大久保優子さんをお招きしております。はい。どんな話からいこうかな。肩書きがね、すごいいっぱいあるんですよね。社長補佐官っていうのもあるし、キャッシュフローコーチ。はい。あとなんか、ちょっといっぱいありましたよね。他に。なんかいっぱいだらだら書いてましたね。あと言ってください。何を肩書きあるんですか？何の肩書き？社長補佐官とキャッシュフローコーチと、うん、あと中小企業診断士と、ノースカロライナ州政府海外展開アドバイザーっていうのもありましたね。すごい、すごい。今朝のフェイスブック見たら、はい、また大学院行こうかななんて書いてますんでした？そう、なんかね、何かの技術を身につけるために勉強するっていうのじゃなくて、もうちょっとなんかこう、楽しむためになんかやりたいなと思って、美学とか哲学とか。なんかどういうこと？それは何？美学って美術とかってことですか？そうそうそう。絵を描くとか？絵を描くとかじゃなくて、私もよく知らないんですけど、学問としてそういうところがあるらしいんですよ。で、自分は今までずっとなんかこう、現実的ですぐに役に立つことばっかり追求してきたから、そうじゃないところにちょっと行ってみたいなーって思ったんです。なんでまた？ね、それは、まあ、社長補佐官っていうのにもあるんですけど、なんかこう、経営者さんとお話をしてると、なんだろうな。この問題をこうやってこうやってこうやって解けばいいじゃないですか、バシーンとかって、そういうのでは全然通じない領域があるんだなーって。そうなんだ。もうちょっとね、勉強して幅を広げたいなーなんて思った次第なんです。それで、おー。いや、ちょっと画面をいろいろいじって。はい。で、じゃあ、そういう美術とかそういう関係に行くの？学問って、学問、みんな学問ですけど、経営学とかそういう世界ではなくて。うん、そう、
そういう世界ではなくて、まあ歴史とか哲学とか芸術とかなんか、まあそもそもそういうのが大学院にあるかどうかっていうのも全然調べてないんですけど、なんかそう、脳みその栄養っていうよりは心の栄養っていうのがこう自分には必要かななんて思って。そう、でもすごいね、勉強熱心ですよね。中小企業診断士だってすごい難しいじゃないですか、資格としては。ああ、まあ幅は広かったですけど、でもね、自分はなんかこう、資格はいただいたけど、それだけだと社長にお役に立てないんだな、みたいな反省もあって。いや、でもそんなことはないです。十分お役に立ってると思いますけど。はい、ありがとうございました。なんか話をちゃんとお聞きして心を開いてもらうっていう段階があるんじゃないかなって自分は思うんですね。で、そこのなんかこうちょっとだけ心を開いていただくためには自分をもうちょっと磨かないとかなって思うんですよ、最近特に。すごいですね、前向きな。ね、すごい本当に。いろいろとお話を聞いていく前、その原点ってどこにあるのかなと思ってこんなことをお聞きしたかったなと思って、子供の頃、まあ小学校じゃなくてもいいんですけど、なりたかったのはどんなような、よくあの書くじゃないですか、寄せ書きみたいなところに、はいはい、何になりたかったとかって書くんです、書いたんですか。小学校の頃はですね、私路線バスの社長さんになりたか、いや、車掌さんになりたかったの。社長さんじゃなくて、車掌さん。社長さんじゃなくて、車掌さん。それなってたら面白いね。車掌から社長補佐官へ。路線バスか。電車じゃなくて路線バスだから、昔は路線バスもね、ワンマンバスじゃないから、二人必ずね。後ろの方から入って整理券みたいなのを取って、はい詰めてください、詰めてください、はいドア閉まります、ね、踊り場から上がって一段上がってください、はいドア閉まります、出発とかって、そうそう、ね、ああいう役ですね。そう、それもあったんですけど、憧れてどうしても欲しいものがあって、それは車掌さんがこう前にカバーをかけて、そこに切符の束があって、このぐらい厚くて、なんかこう、何十円の切符とかいうのがピーってこう点線でつながったのがあって、いろんな色してて、それをピリピリピリって切って、パッチンってして、こう、お金と引き換えにお客さんにお渡しする、あれがやりたかったんですね。あ、大久保さんって、大久保さんはお生まれはどちらなんですか？埼玉県の本庄市っていうところなんですけど。あ、じゃあ東京からそんな遠くないですね。そういう言い方もできるんですけど、路線バスが走ってた時は、私の時にはまだ整理券とかもなくて、車掌さんが、あ、この人いつ乗ってきたかなとかっていうのを見て、あ、この人はあそこで乗ってきてどこまで行くって言ってるから、じゃあって頭の中で計算して切符を選んで20円とか30円とか、そうやってた時代です。バス、電車じゃなくてバスっていうのは何か理由は？バスは、私が幼稚園に通ってた頃ってまだ幼稚園バスがなくて、路線バスに乗せられて幼稚園行ってたんです。ああ、そうなんだ。はい。ちょっと私はそういう子供の頃経験がなくて、歩いて行ける距離だったんで。あ、そうなんですね。父親が、とか母親がチャリンコで、チャリンコで送り迎えをしてもらいましたけど、そっか。やっぱり子供の時に馴染んでるからそういうことになるんですね。切符をビリビリ切ってパチパチしたかったんですね結構電車の、はい、改札口の切符切りのカチン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 ってお兄さんで、はい、あれこうやってカチ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 触ってね、はい、ね、チケット切符を切らない時でもなんか鳴らしてるんだよ、チャン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 、
はいはい。なんか指でコローとか回して、この中に回して、ベンチをこうやって回すように回して、はい、あれがやりたくてね、真似してましたよ。あの家でベンチをこうやって、なんとかできないかなと思って。いやー、お気持ちわかります。で、あのカバンね。そう、カバン、あれが欲しかったですね。あのね、おもちゃで、子供の時におもちゃでカバンありましたけどね。はい。ここになんかキャラクターの絵がついてるカバンとかね。はい。ね。で、こうやってそこに切符を回収して入れるわけですよね。そうそう。ね、懐かしいね。切符切りのお兄さん。切符切り。そうなんですよね。かっこよかったもんね。うん、なんか。憧れのヒーローだよね。確かに。動作が洗練されているって思ってました。ああ、それでじゃあバスの車掌さんなんですね。うん、でも似合ってるかもしれないですね。いやー、記憶力やばかったかもしれない。うん、いやでも大久保さん似合ってますよ、きっと。ありがとうございます。みんなバスの乗りさ、背筋がピンと伸ばしてこう急に顔見にピッピッとか見られるピンとかってバスの席にさ、こうきちっと座って、もう畳まれたように座ってないと4人掛けのところの半分ぐらいで座ってたらもう完璧に怒られそうで、あー、すべてすべて持ったわとかって、はい、おばあちゃんがそれないじゃないですかとかってこうやって世界かもしれないね。でも面白いね。子供の頃は車掌さん。車掌さんになりたかった。車掌さんが車掌補佐官になった。車掌さんから車掌補佐官。なんかいい方が来たね。まあいいよ。水越さんがね、こちら。大久保さん出演のメディカツのツラ。はいはいはい。はい、その説は。YouTube でアーカイブ残ってますから、ぜひ。ありがとうございます。水越さんがいろいろ難しそうなんて、本当に勉強っぽい話をしてますけど、私はこんなグダグダでいいんだろうかと思いますけど、ちょっと本題に行こうね、やっぱりね。はい。大久保さんの社長補佐官って話も聞きたいんでね。皆さん興味あるでしょ？社長補佐官という、本当ね、さっきも言ったけど、聞いただけでなんか背筋がピーンとね、なるから。天然ボケがあるところがとっても私は好きで。ありがとうございます。社長補佐官とか、多分お仕事やられてるときは、特に後で出しますけど、ホームページのスーツを着たあの姿なんて見ると、ね、ええと思うんだけど、Facebook でたまに電車乗り越して寝てて電車乗り越したとか、なんかそういうのを見るとね、思わず笑っていい、面白いな、この人と思っちゃうんですよね。ありがとうございます。あれね、電車ね、2回乗り越してね。まあ、しょうがないですよね。遠いからね。遠くもないか。あ、でも今最近、電車ね、湘南ライナーとかって言って難しくなったからね。そうなんですよ。気を許すとね、沼津とかまで行っちゃいますからね。でも、あの時は成田から羽田空港に行きそうな感じでした。ねえ、行き先も出先も出るところもさ、出発点地点も終点もなんかわけわかんないもんね。はい。そうだよね。この間私埼玉アリーナ行ってて、行って、湘南ライナー使って帰ろうと思ったら、はい。だって来るのがなんかわけのわかんないところ来て、宇都宮とかなんかそんなとこから来て、なんで宇都宮からどこ行くのこれ、小田原とか書いてあって。どこ走って行くんだとか思いながら、うんね、宇都宮とか高崎の方から東京までつながったら東京から先は小田原ですからね、うん、うっかりすると大変なことになっちゃいますね。大変なことになっちゃいますね。だから最近 JR も難しいんです。余計な話は別にして、この社長補佐官、はい、これあれなんだ、商標登録してるんですね。すごいな、またな。いや、だって商標登録したのは自分で使い始めて、せっかくこう使い慣れて皆さんが覚えてくださった頃に、それ僕権利持ってますからやめてくださいって言われたら悲しいなと思って、で弁理士さんに相談して取ってもらったんです。では、この社長補佐官と
ご自身を。これ会社名じゃないですよね。会社名は何でしたっけ。会社名はダジャレのオフィス U4U っていうんです。で、U は漢字ですよね、確かね。はい。はい、オフィス U4U。はい。っていう会社名なんですね。はい、社長補佐官っていうのは大久保さんの肩書きというか、ネーミングというか。そうですね。社長補佐官大久保優子っていうことですね。はい、そうです。なんでこの社長補佐官っていう名前をつけようと思ったんですか？社長を補佐するという意味ではわかるんですけど、なんかでも他にもありそうな、なんだろうな。そうですね。社長伴走者じゃかったりな。なんだろうな。中澤さんが最初におっしゃった大統領補佐官っていうのもちょっと関連がありまして、社長って、すごい、日本の社長さんって結構いろんなことをやらなきゃいけなくて大変だって私思うんです。でも結構全部お一人でやってる方が多くて、なんだろう、野球チームで言ったら、社長さんが4番バッターでピッチャーまでやってるみたいな会社さんが私の周りにすごくいっぱいあったんです。で、そんなに忙しくて大変なのに全部一人でやってる。で、アメリカの大統領は、どのくらい忙しいのか知りませんけど、どのくらい忙しいのか知りませんけど、でも、いやいや、忙しいですよ。もうなんか、1ダースぐらいの専門家がいて、はい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 ってやって、本当に自分でやらなきゃいけないことに集中してるっていう、そういう体制があるんだろうなって思ったときに、いやー、やっぱり社長だって補佐官欲しいよねーって思ったのと、それが明るい理由。うん、明るい理由ね。明るい理由。で、もうちょっとこの、ネガティブっていうかマイナスをプラスにしたいな、みたいな、こう、浅はかな理由があって、私、中小企業診断士でございって言ってお仕事を始めたんですけど、会う社長さん、なんか、診断士の先生ですかって言って、ちっとも仲良くなれなかった。ちっとも仲良くなれなくて、なんか先生とか呼ばれるのも、ちょっと自分としてはこう、お尻がもじょもじょしてきて、いや、私先生じゃなくて社長のサポーターしたいんだけどなって思った時に、補佐官っていう、この座り心地のいい感じっていうのが気に入っちゃって、それで、とにかく早く早く、早く権利を獲得しなきゃいけないって思って商標権利っていうのは何ですか？権利っていうのは、もしこの社長補佐官っていうのを別の誰かが商標登録しちゃったら。あ、そういう意味の権利ね。そうですね。そしたら安心して使えなくなっちゃうから、ずっと使いたいなって。安心して使えなくなっちゃう。うん、まあ確かにね。そうなんです。でね、そしたらいいことがあって、いいこと、初めてお会いする社長さんに自己紹介するのって私すっごい苦手で嫌なんですよ。なんだけど、そんなには見えないけど。ありがとうございます。すっごい大変だし、何喋っていいか分かんないし、もう汗いっぱいかいちゃうんですよ。でね、その居心地悪さをなんとかこう逃れたいと思った時に、社長補佐官大久保優子っていう名刺を作ったら、その名刺を読んでくれて、勝手に社長が喋り出してくれて、すっごい楽になったの。え、だって社長補佐官の大久保優子っていう名刺を出したら、そんな話をしてくれたんですか？会社の経営の話とか、僕はこんな仕事やってますとか、そういう。そうそう。いいですね、この名前、僕も欲しいですよとか勝手に喋り出してくれて、なんか、自分が話題をご提供しなくても、はいはい、ニコニコって笑ってるだけでお話が弾むようになって、すごく、なんか自分としては助かっちゃった感じなんです。でも、それわかるな。私も大久保さんの名刺をもらったわけじゃない。名刺をもらったの、この間か。だから、最初は竹内さん、美希ちゃんのところの番組で、ね、はい、多分知り合ったというか、大久保さんがこのようにゲストに出て、それを見てて、はい、社長補佐官ってかっこいいとか、うん。
安心感、私もちょっと前にね、細々と代表者をやってたもんですから。社長。だから、なんだろう。専務とか副社長とか、それから経理担当部長とか、そういうのと違うんだよね。から、外部役員とかっていう、うん、今なんですか、執行役員とかあるじゃないですか。はい。はい。結局そういう人はみんな従業員なんですよね。中小企業の場合は。はい。まあ大企業はどうなのかわかんないですけど、だから中小企業の場合は、社長以下はみんな役員って名前なだけで、うん、従業員ですよね。そういう会社も、はいはい。部長のちょっと上ぐらいとか、大部長ぐらいで。はい。でも法律的には全然違うんですけどね、役員は。で、失業保険が出ないとかね。ああ、そうですね。失業保険出ないしね。まあ、本当はそうなんですけど、でもそういうことが多分全く分かんないで、やってる人もいっぱいいるんじゃないかなと。勢いでダーって大きくなっちゃった会社さんとかは結構そうかもしれませんね。なんとなくこう揃えていかないと、かっ、みったく悪い、かっこ悪いってことで。うんうんうん。だからなんか社長の次には専務がいて、専務の次には常務がいて、はい。その次には経理担当役員がいて、財務部長がいて、購買部長がいて、総務部長がいて、営業担当、本部長がいてとかね。はい。総務部長がいてとかね。はい。で、役員何人つくっても15人ぐらい作らないとダメだよね。お給料がいっぱいいりそうですね。人件費が膨らみそうですね。とか余計なこと言っちゃって。ああ、でね、本当にね、でも、なんかそういう感じになってきちゃって。補佐官ってかっこいい。一人で全部まとめてくれそうだもんね。一人で全部はできないんですけど。いやいや、でも、そういうなんか、魔法のパワーがありそうじゃないですか。でも、そう、うん、ありがとうございます。まあ、優先順位をつけるとか、これはこの人ね、これはこの人ねって振るとか、あと、社長のお供で、うん、お客さんにお会いしたりとか、銀行に行くときお供をしたりとか、そんなことはさせていただいてます。銀行訪問やってらっしゃるんですよね。あ、そうですね。社長さんにも2タイプいらして、数字が大好きで、デスクワークが好きっていう方もいらっしゃれば、どっちかっていうと、いや、デスクワークよりお客さんと一緒にいるか、商品作ってた方がいいな、みたいな社長さんいらっしゃると、そういう社長さんってあんまりこう数字は得意ではないので、その社長さんがこう一生懸命銀行さんに話すときに私は社長さんの日本語を数字に通訳するみたいなことやってます。さっき言ってたお話を途中で秘書ってすいませんが、大久保さんのこの写真。これすごいよね。本当に、この写真見たら私、本当に背筋がピンとなりましたからね。怖い、ね。これあれですよ。社長補佐官っていう商標を取ろうって思ったときに、あ、補佐官ってどんな気っていうのを一生懸命調べて、で、補佐官で女だったら多分ネイビーブルーのジャケットだろうなとか、首にはパールだろうなとか思って、それで集めてきたんです。おお、すごいよね。この写真1枚だけで迫力が。ありがとうございます。そう思いますよ。改めて、なんか、これで見ちゃうと、怖い。怖い。うん。社長、世の中の社長みんなそう思うんじゃないですか、怖い。よく言われます。この人には逆らえねえ、みたいな。この写真を結構使ってた時が長いんですけど、うん、この写真をご覧になって、実際にリアルでお目にかかると、ああ、写真と違って怖くないんだね、とかってよく言われました。まあ、それも、でも、そうなんですよね。さっきも言ったように電車乗り過ごしたりとか。非常に天然ボケっぽいところがあって、ちょっと恥ずかしいですけど、このホームページはどこを見に行ったらいろいろ大久保さんの会社の、はい、アバウト行けばいいですか。
アバウトに行くと、そうですね、大久保のことが書いてあって、あと、はい、そう、ここに、なんだろう、そうそう、もうちょっと上に行っていただくと、ここにいろんなことが好きに書いてあって、うん、メッセージってところですか？そう、社長は誰よりも会社のことを思い、知恵を絞り、昼夜を忘れて頑張ってるけど、でも、社長はみんなに与えて自分のところには残ってないじゃん。それよりもちゃんと自分のところにも残ってみんなに羨ましがられるようなそんな社長ライフを一緒に作りませんかみたいなことが書いてあります。大久保さんは社長になりたかった時から小学校から、はいはい、社長補佐官になるまでの間って何やられたんですか？って会社にお勤めされてたわけですよね。そうですね。どんな会社にお勤めをされたんでしょうか？ソフトウェアの会社、輸入のソフトウェアを売ってる会社を3社ですね。最初の会社は転職で、最初の会社はアメリカ人が設立した、アメリカとそれからヨーロッパのソフトウェアを輸入して、なんかソフトウェアの専門商社とかって言ってやってる会社でしたね。そこで営業。その時はね、私営業ってやったことがなくて、ソフトウェアって輸入物なんで、英語なので、その英語のままだと使いにくいじゃないですか、日本の企業さんは。なので、その使い方を日本語のテキストを作って、で、セミナーでお教えするみたいなことをやってましたね。英語は堪能だったってこと？それ、もう、その。全然、だって、プログラム言語で、なおかつすごい技術的なことだから、英語わかんなくてもできちゃうんですよ。だって、大統領のスピーチを英語で書きましょうとかっていうのじゃなくて、ただコンピューターの使い方がたまたま英語にかかってるだけだから、学ばなきゃいけないことってすっごい限られてて、そこは英語は得意じゃなくてもできちゃう仕事でした。そうなんだ。うん。じゃあもう3社ともそういう、なんですか？内部的なお仕事というか。そうですね。あとは、サポートとかね。ソフトウェアの使い方の電話サポートとか、うん、あと、一番最後の会社は、障害対応部隊みたいなところにいて、大きな会社の出荷システムが、毎晩、9時になると動かなくなりますみたいなのがあって、うん、え、どうしてくれるんだよとかっていうくらい不安になってらっしゃるお客様のところに技術者と一緒に行って、どうしましょうかね、こういう実験して、こういう実験して、こういう実験すればきっと原因が特定されるから、まずそれやってみませんかねみたいな、そんなのやってましたね。でも、ここのちょっと肩書きをちらっと見たら、はい。の営業4課って、これは何なんですか、2018年。2018年オリックス生命保険株式か、これお客さんってことか。ですね、それは、コンサルタントになってから、経営者さん向けのセミナーを、その会社さんとジョイントで。はいはい、失礼しました。セミナーをやったってことですね。セミナーをやらせていただきました。そこでも素晴らしい社長さんにお目にかかれて、今もお客さんになってくださってます。すごいですよね。法政大学の大学院。これ、だって2011年だから、そのまま大学卒業してすぐ行ったわけじゃないですもんね。違いますよ。いやいや、年齢的にそれじゃおかしい。いや、だから、まあ、それの方が大久保さんありがたいのかもしれない。2011年で22歳だったら、今、3歳になって32歳いいの。もう多分社会人を25年とか6年とかやった後に退職をして、でそこで診断士になるための勉強と一緒にやりましたね。あ、中小企業診断士 の資格を取るのと一緒にここに大学院に、法政大学の大学院に行ったってことですね。そうです、そうです。中小企業診断士の養成課程っていうのがその法政大学にあって、うん、経営の勉強しながら診断士の資格も取れるっていうコースに入りました。
その頃、全然余談になりますよ。まだ余談が多いんですけど、法政大学の坂本教授っていらっしゃったんですか？日本一大切にしたい会社の本を書いた。はい、いらっしゃいました。あそこのゼミは入るの大変だとかってね、私の知り合い言ってましたけど。ああ、そうですね。私が行ってたところはゼミはなかったんですけど、坂本先生の授業があって、まさにその日本で一番大切にしたい会社っていう本を教材にして、その会社の研究をするっていう時間がありました。全然また余談ですけど、私今この配信をしている場所とか家がこの近所なんですけど、この家の近所にそのベストセラーになったね、日本で一番大切にしたい会社の第1話の日本理化科学工業、日本理化学工業、理化科学工業、チョークの会社、チョークを製造している会社のすぐ近くに、はい、ああ、そうなんですね。あそこは健常者の方じゃなくて、社員を、ちょっとね、はい、発達障害とか、そういう方 を受け入れてるんですね。たくさんの方。で、そういう人が現場で責任者として働いてらっしゃるんですね。素晴らしいですよね。それで有名になった会社なんですけど、日本理化科学工業っていう。はい。はい、今で言うと、もう黒板のチョークです。それを作ってる会社ですね。なんかテレビで見たことあります。ホタテ貝の貝殻を粉にして、すごい皆さんこう生き生きと働いてるのを映像で見たことがあります。それは北海道の方にある、確か工場、ビバイかなんかにある工場で。おお。なるほど。だから私、それまでは、日本理化学工業って何を作ってるか、家の近くで小学校からあったんで、小学校の時から。はい。何を作ってるか会社かわかんないけど、まあちょっと、その時はまだ子供だったんで許してください。健常者の人、発達障害の人って、もう見た目にわかるじゃないですか。あ、そうですね、はい。そういう方が会社に入ってくんで、ずら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 と。で、駅から15分くらい歩くんですけど、そういうことをずろずろと歩いてるんで、なんだこれと思ってずっと不思議だった、確かに当時としてはちょっと 特殊というか特徴のある状態だったんですね、きっとね。うん、で本を読んで、はい、ああそこってチョークを作ってる会社だったんだって、へえ、そこでよくよく見たらそういう発達障害の方を、なんかかなり昔から、本当過去にかなり昔です。私の小学校高学年ぐらいから、中学生になるかそこらのあたりからなんで、もう何十年っていう感じですね。もっとそれとこらってもう何十年ですよね。何十年前にそういうことをやられて。で、なんかどうしてそういうふうに、ね、当時の社長さんが、もう今は2代目の変わってとか、次の社代替わりしちゃってますけど、はい、その、どうしてその当時、そういうことをやり始めたかとかっていうことが書かれてましたね。まあすいません、余談で。そうそう、そういえばなんか私のマイブームは大学院に行こうかなーっていうのですけど、中澤さんも最近新しいことを始めたとかおっしゃってませんでした？ああ、そうかもしれないね。私の話ばっかりじゃ申し訳ない。で、大久保さんはこういう事業計画も当然、個人事業主に対してもご指導されるんですよね。そうですね。なんだろう、事業計画って、税金のところ以外は、なんか、そんなに法人でも、個人でも、激しく違うっていうことではないんで、何を買って、何を作って、誰に売って、どれだけお金がかかって、最後にこのくらい残りますっていうのだと、結構、ありますね。でもやっぱりね、渋沢栄一さんが論語とそろばんとか言いましたけど、はい、まあ本当に事業計画は魔法の杖ですよ。魔法の杖？はい。夢とロマンを経営者に与えるよ。経営してて一番面白いのは事業計画を作ってそれを発表するときだよね。ああ。思いますよ。こんなにワクワクすることないし、こんなに嬉しいことないし、あとはもう一、そのから一年苦しいことばっかじゃないですか、資金繰りとか。まあ、
確かに走るにはちょっと馬力はいりますよね。事業計画を立ててるとか経営計画書を作ってて、私も経営計画発表会ってその時にやってましたけど、うん、それをやり終えた時、当日ね、発表を終えた時までは嬉しくてしょうがなかったね。楽しい、ワクワクしている。楽しい、うん、そうです。大久保さんにぜひね、皆さんアプローチしていただければ、そういう夢とロマンをね、与えてくれます、その事業計画で。ね、すごい。それがね、だって銀行行くときも当然銀行に対して今の結果と、うん、こういうふうに1年間やっていきますっていうの、まあ1年ならね、で半年経ったら半年経ったでこの方針を修正しますとか、もしくはこれいけそうですからこのまま突っ走りますっていうようなのをやっていくわけでしょ。それは当然やって、ね、銀行だってそれ聞きたいだろうし、やっていくんですね。あの、銀行の人が聞きたいのは、本当に返せるんですかっていうところなんで、その、社長さんが考えてくださった、こう、すごい熱い、熱意あふれた事業計画があるとすると、それが本当に数値でもちゃんと大丈夫ですよっていうところって、彼らにね、うん、大丈夫って思ってもらうのが必要なんで、そこもあるかなって思ったり、うん、あと、中澤さんみたいに、一人壁打ちをする方もいらっしゃれば、一人壁打ち嫌だっていう方もいらっしゃるんで、そうすると私壁になります。うん、ああ、一緒に行くってことですよね。一緒に行くのと、こう質問を投げかけて差し上げて、そうすると社長がこう考えて、うん、この売り上げだと社員さんもう一人いた方がいいんじゃないんですかとか、ちょっとこれだとコスト出ちゃいますかねとか、そんな、こう、ちょっとだけ意地悪な質問投げたりとかして。今、身内の話ですけど、13日こんなことを話します。おう。これは私、はいはい、タイトルですから。はい。なんか本当に、本当に中澤さんそのものって感じですね。いや、だんだんそうなってきちゃったんですよ。だって自分のそのもの出さなかったらこんなの誰も見たって絵に描いた餅になっちゃうし、つまんないでしょ。だからなんとか自分の面白さとか個性を出すにはどうしたらいいかなと思って、こういうタイトルにこれ見せないですからね。あとで、当日聞いてください。ぜひ13時。あとでのリンクの場所とかを、あ、リンクの場所はね、あったんだ。そうだそうだ。そういう仕込みはしてたんだね。1ヶ月半ぶりだと何をやってるかさっぱりわかんないけど。それがどこに行ってるかっていうのも分かってないんだけど、これです。どこだ、はい、この QR コードを読み込んでいただくと、おうおう、ここに今読んでいただくと、あ、今は読んじゃダメ、番組終わっちゃうから、後で読んでいただくと、うん、そこから LINE の登録フォームで、はいはい、でそこからメールアドレスだけ登録をすると、はい、今度ここの当日はここのところに飛んでくださいねっていうURL が来ます、うん。URL と QR コードが来ますので、うん。Facebook で最終的には見れますけど、Zoom の入れる URL が飛んできますので、うん、リアルタイムで見れる方はそのお時間に、この20時から22時半の間に、私はというか、大体全般戦1時間半ぐらいは30分おきに、私のそういうブースで私が勝手に話してますから、それに聞きに来ていただければ、はい、まあ、大体8時からだ、5分か10分ぐらい冒頭にあって、オープニングがあって、まあ、8時10分から8時40分からは休憩っていうか5分間ぐらいの移動があって、またそこから30分。で、また5分だ、はい、9時半から10時半ぐらいまでが最後だと思いますから。はい。まあ、もしよろしければ。7月13日。隠そう、隠そう。やばいやばい。やばいよ、やばいよ、なっちゃった。隠そう、隠そう。はい。ダメだよ、これ、ね。番組にならないか、お子さんの話をしない。はい。でも、ね、なんか、楽しいじゃないですか。お子さんにとって事業計画と経営計画っていうのは、そういうご指導もされるってことは、どういうふうに思われてるんですか、やはり。大久保さんは事業計画とか当然必要だと思われてるんでしょうけど、はい、書きたくねえなとかやりたくねえよっていう代表者がいたらどういうふうに葉っぱかけるんですか。葉っぱねえ、葉っぱなくたって別に会社潰れないもんね。潰
作んなくたって別に会社は潰れないもんね、明日にね。まあまあ、明日とか明後日はですね。うん、やんなかったから、金倍になるわけじゃないしね。なんか、思うのは、その、社長さんいらっしゃると、あるいは、まあ、ビジネスオーナーの方もそうなんですけど、自分の思いがちゃんとこう、味方とか仲間になってくれる人に的確に伝わってるかなっていうと、そうでもない感じがあって、いや、これこういうふうに言いたいんだけど、ちっともこう賛同してもらえないんだよね、とか、反対されるんだよね、みたいなことをおっしゃってる方。誰に賛同されない？社員。社員だったり、あとは賛同されないとかって意味とちょっと広がりますけど、お客さんが来ないとか伝わってないとか、そういうのがあるときに、そもそもとか偉そうなこと言っちゃいけないんですけど、自分の頭の中で考えたことって、それが自分の頭の中にあるがゆえに、人にちゃんと 100%アウトプットできてるかっていうと、そうでもないと思うんですよね。そうでもないと思った時に伝わらないって思うと、そこで諦めちゃう人とかもいるんですけど、いや、そもそもアイディアが悪いわけじゃなくて、伝わってないところが問題じゃないですか。そしたら、一回事業計画にしてみて、で、それを一生懸命ブラッシュアップをしていくことで、もっともっと伝わるようになるし、伝わるってことは、応援してくれる人が増えるってことだと思うんですよね。だから、そういうふうに葉っぱをかけるっていうか、やりましょうっていうこともあるんですね。いろんなね、事業計画の使い方が多分あると思うんで、ある意味では起きててもありますよね。はい。新選組じゃないけど。鬼の副長の規定みたいな、そういう会社の中でこういうことをやっちゃいけないとか、そう、こっちに向かってやりましょうっていうことだと思うんですよね。だからそこにはそういうちょっと茨のところもあるし、トゲトゲしたところもあるけど、でも実際ではこうみんなでこっちへ向かっていくんだよという方向も示すし、そう、そうなんですよ。あと、もう少しこう、ダイナミックな社長さんだったりすると、すっごい行動派だから、なんか、いいんだよ、バーってやって、ガーッとやって、さーって行けばいいんだよ、とかっておっしゃるんですよ。ね、バーってやって、ガーって行って、さーって行けばいいんだよって、ご本人はもう伝わってるし、伝えきれてるって思ってらっしゃるんですけど、いやー、それ、ばーとかがーとかわーとかって何かなって言うと、みんな困っちゃうじゃないですか。それを、ある意味こう、なんだろうな、社長に代わって、他の人にも伝わりやすいようにするのが、事業計画かなとか、そうすると、事業計画って社長の報道官でしょとかって思うんですけどね。そうですね。本当に1年会社やってればいろんなことが日々起きますからね。はい。だからそれにいちいち社長一人で対応したら体持たないですもんね。身一つじゃね。持たない。社員の人数にもよるでしょうけど、10人もいたら大変ですよね。10人くらいが一番大変だと思います。勝手なこと言ってくるしね。勝手なの判断するしね。そう。勝手な判断するしね、まあ、だからまあそういう時に事業計画書とか経営計画書があると、ある意味の方向性はそこで示してるから、ということはそれに準じてやってれば問題ないのかなみたいな風に考えてくれるとありがたいんですよね。そうですね。あとね、苦しくなっちゃった時にもう一回見るとね、思い出してもうちょっとやってみようかなって思えたり。久保さんにちょっと時間もオーバーしてきたんで。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。いやいや、私はいいんですけど、大久保さんが大変でしょうか。大久保さんにね、こういう事業計画のお手伝いしてよって言ったらそういうこともできますし、あとはキャッシュフローコーチって、ちょっとこちら全然触れなかったですけど、もう名前の通りキャッシュフローのね、専門家ですから、
キャッシュフローわかんないって後で調べててください。まあキャッシュはお金で、フローは流れですから、お金の流れということなんで。人間と一緒で血液が止まっちゃうとね、死んじゃうのと一緒で、会社もお金の流れが止まっちゃうと、その瞬間っていうか、まあすぐにはいかないにしても、1ヶ月後にはもう倒産という話になってきますから、約1ヶ月後ですね。だから。ですね。だからそういう風にならないためにも大久保さんがね、ここに社長補佐官としていらっしゃいますから、もう、はい、ね、日々のお金の流れから、から1年の経営、1年、3年、5年の経営計画から、あとは困った時の大久保頼り。はい。ね、大久保さん、そのために控えておりますんでね、さっきのスーツを着て、凛として控えてますから、そう、今日はしてないんですけどね、普段はちゃんと社長のお供をするときにはこんなスーツを着て、はい、ですからもし何かお困りのことがあったらぜひ大久保さんにご相談をいただくとね、はい、補助金で事業計画を立てたいんだ、そういうご相談も別に問題ないですよね。補助金をやろうとしててちょっと事業計画の部分が、ま、全く白紙なんだけど、ちょっとお手伝いしてもらえますかっていうのも、まあ、そうですね、全く白紙だと多分取っかかりがあると結構書けると思うんですけど、その取っかかりを一緒に作るっていうのもいいかもしれませんね。最初の一文字って結構大変ですからね。ねえ、本当ね、うん、最初は本当に浮かばないですよね。こんなことできるわけないじゃんみたいなね。ああ、そうだったんですか。いやいや、もうずっとそれは経営計画書作ってる時から思ってました。こんなこと書いたってできるわけねえよなとかさ。ああ、そういうことですね。うん、こんな鼻からぼた餅みたいな絵に描いて気持ちを書いて何に得すんだろうとかさ。という反面もあるけど、さっきみたいにワクワク感もあるから、本当それの、なんだろうね、自分の中で感情をどうやってそコントロールするかの、本当にそれのギリギリのところですね。そうですね。なんか、仲間がいて、みんなでこう一緒に書いてたりすると結構やれますけど、うん、そうそうそう、一人だと。それなんですよ。だから、もう一人だとね、こんなこと書いてあってどうせ何にもならないし、どうだったら時間の無駄だからやめちゃった方がいいんじゃないっていう悪魔の囁きも来るし、うん、で、逆にこうやってなんかこう、でもそれでもやっぱりなんかこう、ここに思いを込めないと一年どうしていいか分かんないっていう状態じゃ良くないな、一言でもいいから書きたいなっていう気持ち、すごいと思うんですよ。こういうふうにいつも揺れ動いて、煮詰まるとやっぱり悪魔のささやきが飛んでくるし、そうですね。そういえば思い出しましたよ、なんか経営計画書書くときにパソコンでいきなりだと結構大変で、消せる、鉛筆だとスラスラ書けるけど、ボールペンとか消せないものになると、筆止まっちゃうから、鉛筆と消しゴムでやりましょう、みたいな、そんな話をしたことがあります。私、経営計画書を教えてもらった方、結構有名な方ですけど、うん、言っちゃおうかな。もう番組見てる人いないからいいか。株式会社武蔵野の小山さんっていう方なんですけど。小山さんに教えていただいたんですか？そうなんですけど、もう何年間も一緒に経営計画書を作りに合宿しましたから。それで、最初に小山さんに経営計画書を、中澤さん経営計画書作れよとか言われて、どうやって作っていいかって。大丈夫だよ。A4 の紙と、ハサミと、糊があれば大丈夫だって。意味わかります？ハサミ？ A4 の白紙の紙と、ハサミとノリがあればできる。なんかいっぱい書いてつなげてったり。そんなことじゃないです。もう株式会社武蔵野の経営計画書をくれるんです、ボンと。ほう。その口座に入ると。はい。去年作ったやつだってボンと一冊くれるんです。はい。で、それを自分で読んでいいなと思うところはチェックをしといて、そこをコピー取れって言うんです。ほう。そこの文章だけハサミで切り取って、その A4 の、白紙の A4 のところにベタッと貼れって言うんです。で、それをいっぱい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 どん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 貼っていけばできるからって言うんです。
ああ、そういう手もあるわけですね。まあ、数字のところは無理ですよ。自分の計画にしなきゃいけないですけど、言葉で書く事業計画があるじゃん。なんとかに関する方針とか、営業に関する方針とか、経理に関する方針とか。大体会社なんて大体経理なんて人だから、そうするといろんなこと書いてあるじゃないですか。はい。これいいなと思ったらそれをプッと持ってくる。ああ、でもいいかもしれない。それを5個ぐらい持ってきて、あと自分のこと、ただそこで鉛筆と消しゴムなんですけど、自分の言葉でちょっとだけ書き換えれば、全部書き換えちゃダメだって、はい。ちょっとだけ自分の中沢が書いたよというふうに書き換えればそれで終わり。まず1項目終わり。で、それを5個も貯めれば1ページ終わるんで。はい。そうすると、それで同じような部類を集めて、経理に関する方針って書けば、それで1ページ終わったと思って。それを10個も作れば10項目で 10方針できるんだから、もう一冊の手帳になるよって言われて。でも、最初にゼロからやるより、その方がいいかもしれない。まあね、まあだから、ノリとハサミを持ってくれば大丈夫だって言われました。合宿行くのに何が必要ですか？ノリとハサミって大丈夫だ。ノリとハサミ。あ、そういう極論です。一応、決算書持ってこいとか、直近の決算書持ってこいとか、はいはい、去年の決算書持ってこいとか、できれば2年分くらい持ってきた方がいいよとか言われますけど、はい。そこよりも何よりも、文字のところ、項目を更新して作るのは、ノリとハサミで十分だって。いや、おっしゃる通りだと思います。それに、文字のところから始めるって、私も文字から始めます。ですよね。だって、数字、ダメ、悩みますよ、やっぱり数字は。方針が決まってないのに数字は出るわけないんだから。はい、そうなんですよ。例えば営業売上を上げましょうって言って、販売に関する方針がなかったら、それも手に書いた文字になっちゃうんで。そうなんです。仕入れを抑えましょう。原価を抑えましょうって言ったら、仕入れに関する方針とか、経理に関する方針とかっていうの決まってないと、はい。何にも決めらんないし、原価も抑えらんないし、在庫を抑えようと、在庫も抑えらんないし、はい。仕入れ先を変更したいって言っても、仕入れ先変更するんだ、安く買うんだって言ったって、うん、じゃあそこでが方針に載ってなければ、例えばメイン仕入れ10社のうちの、例えば6社を変更したいって書いてあれば、できますけど、書いてなかったら変わんないよねっていう話で、そういうことは原価が上がるだけじゃないですか。そうなんです、そうなんです。だから言葉で書いて、数字にして、数字からもう一回言葉に戻ってってやるですね。うん、まあ、そんなことを教わりました。もう余計な昔話なんでいいですけど。でも私が教えるんでは、大久保さんがきちっと整理整頓して、分かりやすく。手取り足取り教えていただけますか。社長補佐官ですからね。そんなもう万が一何かあった時はバイデン大統領まで行けますから大丈夫。バイデン大統領です。何かあった時にはバイデンさんに大久保さんがダイレクトコールで、もしもし、はい、バイデンみたいに言ってくれると思うんで。いいですね。いいかもしれない。はい。それは冗談ですけど、まあ、もう本当に大船に乗ったつもりで大久保さんに頼むか。はい、ぜひ、はい。余計な話でもう20分も30分もおっしゃると悪いんで、そろそろ終わりにします。はい。久々にやったオーバーでは申し訳ないんで。はい。なんか今日はとても楽しかったです。あ、大久保さんの写真に戻すか、元のね。そろそろ終わりでいいですか、はい、なんか最後に、別に宣伝すること、キャンペーンとか別にないですか、大丈夫ですか。あ、今すごくこう引き合いが、気合がというか、お問い合わせが多いのが、うん、その、コロナってあったじゃないですか、あるか。コロナのことで、ちょっと思ったより傷を負っている、事業に傷を負っているような社長さんいらしたら、うんうんね、その方のお手伝いが増えてるんで、なんか困ったことあったらご連絡いただけたら嬉しいです。コロナで傷を受けたらどういうふうに治療するんですか？補助金、補助金もあるでしょうけど。そうですね。具体的には結構、銀行が貸してくれたんで、いっぱい借りちゃったけど、そろそろ返さなきゃいけないんで。何を借りた？お金。ああ、
いっぱい貸してくれて。融資でね、コロナ融資でね、条件下がって借りれるからね。だけど、そっから先どうしよっかなみたいなのがあると、最近そんなお相談が増えてます。私から言えば銀行バカだよね。え、だって、ねえ、バカじゃないですか。いや、それは潰したくないっていう人情もあるかもしれないけどさ、その会社を。まあ、地元の親近だったら多分そういうね、地元意識が強いでしょうけど、はいはい。けどね、それでへいへい貸してたら自分の首絞めてるって思いなんで。まあ、ぼやきです。銀行の方切ったら怒らないでください。国からそういうふうに言われてんだって言われる、金融庁からそう言われてんだって言われればそれで終わっちゃいますからね。もうね、それはもうみんな国も一緒に、はい、こっち行きましょうって言って行ったわけだから、それはそれなんですけど、そろそろ返済が始まる会社さんが多いので、いや何かあればお手伝いができるかもしれません。その解決方法は聞きたいけど、今ここでやったらここから3時間かかるから、それは有料セミナーで皆さん聞いてください。ね、はい。うん、まあ、でもそういう手法があるってのはすごいよね。手法っていうか。手法っていうか、まあ、対策の順番があるんで、順番は考えた方がいいかもしれませんね。うん、でも、遅くないんで、その、こう今からでも経営計画、ちょっと事業計画作って、ね、そこからこう、それを脱却する方法を、やっぱりそこから認め糸口を見つけるっていうのは、それは必要でしょ、やっぱりね。それもちろん必要です。はい。お金のないキャッシュフローの問題で売り上げどんぐらい上がるんだよとか。そうそう。利益どんぐらいいけるんだよとかっていうところから始まらないと、返済計画できないですもんね。その通りです。もうこれを一人で悶々とやるのはなかなか辛いので、人に質問をされながら余白を埋めていく方が楽かもしれませんね。だって返済はあれですもんね。貸借対照表の外ですもんね。うん。違います。言ってる意味は違います。そう。返済は利益が出た後、税金を払った最後のお金でしか払えないから。そうそう。だから、要は外ですよね。うん、だから、ね。そう。返済が先で税金払わなくていいっていう方法だったら、それはみんなやらないでしょうけど、そうでしょうけど、でも税金なんか払わないでしょうけど、そうじゃないんだから、だから返済を余らすように計画を立てなきゃいけないんだよね。そうなの。おっしゃる通り。ギリギリで PP でやってたらできないんで、返済が。そうなんです、そうなんです、そこ。そこを間違っちゃうと、多分、税金を払わなくていいやとかって発想になってくるんだよね。でもね、税金が払えないってことは返済するお金もないってことだからね。でも返済払わないと止まっちゃうからね。そうなんです、そうなんです。だからちゃんと全体見て考えましょうねって。だからそういう考え方をちょっと変えちゃうと、えらいことになるんで、それはもう脱税という犯罪者になっちゃうんで、銀行に借金返さなくても犯罪者にならないですけど、そうなんですよ。犯罪者って、それは借金を返さなきゃいけないというところでは法的なとか、いろんな責務を負いますけど、刑事事件じゃないんで、なんかこう、したとか、そういうことで殺したとかね。横領したとかじゃないんで、でも税金払わなかったら、これ刑事事件ですからね、簡単に言えば。はい。前科つきますからね。まあ、会社なんで、あれですけど、最悪の場合は自宅を担保に取られちゃうとか、そういう可能性もあるから。まあ、悪質なことをやるとそうなるかもしれませんね。そうなると、社会復帰できないですからね。うん。もう刑事事件で刑事罰なんで。刑務所行かなきゃいけないんです。そんな難しい話を最後で締めるつもりないんで。はい。はい。今日は1時間20分以上、もう半に近くなりましたね。大久保裕子さんに来ていただいてお話をお聞きしました。私のお話もさせていただきましたけど、ぜひ明るい未来を
目指して明るい会社を作って明るい人生を歩みたいなと皆さんそう思ってるんでね、ぜひ困った時にっていうかもう本当に困る前から大久保さんに相談すると心がすごくリラックスして軽くなると思いますから、明るく前向きに、はい、明るく前向きに楽しくそう進むというのが必要だと思います。はい、では今日は本当に長々とありがとうございました。社長補佐官の大久保優子さんでした。ありがとうございました。マッさんってお呼びしちゃっていいんですか。いいですよ。ありがとうございます。全然問題ないです。じゃあ皆さんおやすみなさい。また次回で、ね、楽しみにください。今度はちゃんと短いタイミングで私もやりたいと思いますから。じゃあエンディングに参ります。じゃあね、おやすみ、バイバーイ。